世界耐久選手権 WEC 第7戦富士は走行初日から多くのファンが来場 WEC 黄金時代の到来を感じるほどの盛り上がりを見せている2021年から WEC は新時代に突入新たな規定 LMH のマシンが参戦できるようになった2023年からは LMDH 規定の車両の参戦も可能となり トヨタだけが最高峰クラス唯一のマニュファクチャラーとして孤軍奮闘していた冬が終わり、一気に彩りが豊かになった。それでも、昨年の富士ではそれがしっかりと人気に反映されていたとは言えず、トヨタのチーム代表を務める小林カムエラは、もっと盛り上げたいと話していた。だが2023年から参戦を開始したフェラーリとトヨタの争いが激しくなり、今期はそこにさらにポルシェが加わったことで、 WEC のレースは間違いなく面白くなった。フェラーリとポルシェが本気で勝ちに来る、トヨタがそれを迎え撃つ。これまでとはまるで別物だ。フリー走行でさまざまなマシンが走るのを目の当たりにし、その魅力を SNS に投稿しているファンも、今年は例年以上に多かったように感じる。当然ながら、参戦しているドライバーも豪華なラインアップとなっている。 LMGT3 クラスも含めて、それぞれのドライバーの実績を並べたらキリがない。その中でも、今回の富士では2人のドライバーが大きな注目を集めている。ジェンソン・バトンとバレンティーノ・ロッシだ。元 F1 ドライバーのバトンは、スーパー GT で王者に輝いたこともあり、日本のモータースポーツファンにもおなじみだが、富士でのレースは5年ぶり。多くのファンが彼のサインをもらおうと、 パーツチームホタのパドックで列をなしたロッシュは言わずもがな元 GP のレジェンドライダー2021年に元 GP を引退した後四輪レースに転向今期からチーム WRT46 号車 BMW のドライバーとして WEC に参戦している2021年の元 GP 日本 GP がコロナ禍で開催できず彼のラストランが見られなかっただけに 今回パドックやピットウォーク、サイン会でのロッシ人気は凄まじかった。そんな二人が、トヨタの小林や平川亮、ポルシェのアンドレ・ロッテラー、フェラーリのアントニオ・ホッコとトークショーを行い、持ち投げをすると聞いたからには取材に向かわずにはいられなかった。予選後のイベント広場に到着すると、これまでにないほど多くのファンが集まり、イベント広場は限界に近い半径の人垣を成していた。 特徴的な蛍光イエローのロッシグッズをまとったファンも、その中に多く混じっていた。トークショーでは、ロッテラーや小林、ロッシが六本木をキーワードにジョークを飛ばし合ったりして終始会場を笑わせていたほか、ドライバーたちが2組に分かれて子供たちと玉入れ、皆さんが運動会で経験したものと同じだ、押したり、ここでしか見られないような特別イベントとなっていた。 イベントの告知を見た時には、面白い写真が撮れそうだとは思ったものの、実際にそれを目の当たりにして、今の WEC はすごいことになっていると心底実感するとは思っても見なかった。一緒に玉入れをした子供たちや、投げられた餅をキャッチしたファンには特別な思い出となったことだろう。